はい、皆さんこんにちは。はい、こんにちは。怖いっすね。ちょっと目が怖いっすね。ちょっと目が、はい、完全にちょっと、はい、スイッチ入っちゃってるんで。いっちゃってますね。すごい、毎日すごい、なんか、批判のメール、ね。おいこの人格が怖めねじ曲がってるとかいろいろ来るんで、ジムに電話とかも来ちゃったんでもうガンガンズンズン来てるんですけど、今日は何ですか？今日はですねすいません、その前にいいですか？はい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 、このチャンネル、オギチャンネル、はい、別名勝敗予想チャンネル、はい、登録者ですね、はい、今41,700人ぐらいですか、はいはいはい、行ってるんですけども、今年中に5万人、はい、目指しておりますので、ぜひ登録していただければ嬉しいかなと。そうですね。思っております。アンチの方も含めて登録していただければ、ね、そうですね。ぜひお願いします。はい、ぜひとも。サブチャンですね。あ、サブチャンも。荻の日常というサブチャンもありますけども。あります、はい。絶賛、爆盛り。はい。爆食い。爆食い動画ですか？爆食いと息子とたまに戯れて、はいはいはい、やってますので、はい、そちら今9920人ぐらいですか、はいはい、行ってますので、そちら1万人1万人目指してますんで、そっちもチャンネル登録お願いしたいなと思います。1万人いったらどうしますか？1万人いったらもう目やっちゃおうかなって思います。どういうこと？目いじっちゃおうかなってなんかいじった説みたいなちょっと出てますよね。僕ですか？はい、本当に期待したんじゃないかっていう。いや、これキム・スーチョルにやられたんですよ本当にやられてからこっちなんかおられて、はい、そのまま何もしなかったら、そしたら二人になっちゃった。そうスーチョルに手術されたみたいな。あ、そうです、そうです、はいはい、だからこっちももう一回やって手術してもらわないと怖っ。はい、って感じで。ということですね、はい、はい、48ですね。おぎちゃんが出場されてましたスーパーラジー3で発表されているカードでございます、はい、リングに上がっておりました。あ、2人になります、はいはい。萩原京平選手 VS 高木亮選手。あ、これはこれはフェザー級なんですね。フェザー級ですね。はい、萩原京平選手がバンタムのトスとかなんとかってちょっとおっしゃってたかと思うんですが、 ありましたね。あ、そんな話も。トスってただ今回まあフェザーという、なるほど、まあ、おそらくあれじゃないですか、自分でこうやっていくうちにやっぱりフェザーの方が合ってるなと感じたんじゃないですかね。はい、まあ、人生挑戦ですから、はい、何事も、まあ、試してきっとやっぱフェザーが俺には合ってるなと、まあ、それはちょっと本人に聞いてみなきゃ分かんないですけど、はい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 、なんでそのね、切り抜きとかその場面とかだけ見てなんかその決めつけるのは良くないんじゃないかなっていう思うん で、 そうです。だから本人に聞いてみないと分かんない。 すいません、ちょっと今、はい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 、いろんなスイッチがこ う、 そうですありますね、はいはい、萩原教授選手あれですね、ちなみにというかトライブ東京に移籍されたのかどうなのかちょっと分かんないんですが。あ、そうなんですね。今練習行かれてますね。あ、本当ですか？はい、そうなんですね。いや、とても素晴らしいですね。そうですね、トライブ行けば絶対強くなりますよね。はい、はい、長男さんが指導して、うんうん、間違いない。これはこの試合またさらに面白くなるんじゃないですか。はい、その情報だけで。あとは以前戦った武田浩二選手なんかとも一緒に練習して。あ、そうですか。じゃあレスリングなどもそうですね聞いたりして、ね、さらに強くなった萩原選手が見れるということですね。見れそうですね、はいはい。一方高木亮選手ですが、はい、パレストラ八王子ですね、所属は。そうですね、塩田歩さんのところですか。あれ、鈴木千尋選手と確か仲良しですよね。同じですかね、練習仲間みたいな。同い年なんですかね。あ、そうなんですね、はい、やっぱり打撃ですか。まあ、高木選手、僕の中のイメージでは打撃、パンチの殺傷能力が凄まじいというイメージがありますね。そうですよね、はい、前回も西谷選手、はい、のことをこう下がりながらの、そうですね、カウンターで仕留めてましたね。しかも両者イケメンですよね。イケメンですね、はい、イケメン対決というか、はい。あとはおじちゃんが高木亮選手を見た時にこう逆立ったと、ゾクッとしましたね。ゾク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 しちゃう、ゾクゾクしちゃうって思いました。ゾクゾクしちゃう、いいのいいの。いろんなスイッチが今日ありますから。すいません。いろんな人格がありますから。すいません。いいの。いい作品作ってくれればいいの。
どうでしょう、打撃戦になるんじゃないですか、やっぱり。なりますよね、うん、でもこういうやっぱりね、ストライカー同士、あるいはね、グラップラー同士っていうのは、の戦いっていうのは、やはり勝つ戦略を考えるので、そうなってくると、うん、ストライキング同士の戦いは、寝技の戦いになったり、意外に、グラップラー同士の戦いは、打撃の戦いになったりするっていうこともありますよね。特に私の試合はそういうのが多いかなと。最近もう本当すごくて、最近メンタルが、はい、いや本当大変ですよね。いやいや、まあね、本当ね、本当にね、この試合はすごいと思いますよ、はいはい、打撃をやりながら、組みますか高木選手は。どうでしょう、タックルいくのかな。いや、打撃戦になる気がします、僕は。はい、打撃戦になりますか。なると思います。あともう一個言えることは、簡単にはテイクダウン取れないと思います、萩原選手から。お、はい、相当腰強いと僕は思いますね、萩原選手が。はい、そうですよね、はい、武田選手もそんなにべったりっていうような。そうです、そうです、テイクダウンではなかったですよね、はい、やっぱり、まあ、初期の頃は少しこう寝技がどうかなっていうところありましたけども、最近はかなりと思います、ね、かなり向上していると思うので、見て思いますし、まあ、逆を言えば高木選手も打撃だけの選手じゃないと思うんで、はい、パレストラ八王子でやってますし、テイクダウン取ったとしても寝技もできると思うので、うーん、まあ、やっぱり打撃戦になるんじゃないですかね、これは。なりますか、殴り合いになると僕は思います。はい、で僕の中でやっぱり高木選手のパンチもすごいと思うんですけど、萩原選手のまっすぐのパンチの殺傷能力は俺相当強いって思ってて、ストライキング威力ですか、はい、なので打ち合いになってくると僕は萩原選手の方が有利かなと思います。うーん、萩原選手多分もらってでもいいって言ったら変な言い方ですけど、うん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 、でももらうのをもう本当に関係なくいけると思うんで、相打ち、はい、相打ちで突っ込める選手だと思うんで、うん、そうなってくるとやっぱコンマ何秒早く当たると思うんで、うん、まあ、僕の予想はまあ打撃戦で1ラウンドで萩原選手の KO 勝ちかな、まあ、僕の予想はですね、はい、と思います。なるほど、はい、まあ、あくまで僕の予想です。逆に転ぶ可能性も全然あると思います。うん、高木選手のこのパンチもとんでもない破壊力なんで、はい、萩原選手あんまり効いてるのってあんま見たことない気がするんですけどね。効いてるのないですよね。ないと思います。打たれ強いイメージも、打たれ強いイメージありますよね、はい、いや、これ相当面白いんじゃないですか、これ。相当面白いですね。フェザー級ですもんね。フェザー級、またフェザー級がこの勝敗でいろいろと変わってくるんじゃないですか、もしかしたら。変わってきそうですね。ね、平本蓮選手の大晦日の相手とかっていう話も、まあ、分かりませんけども、確かになってくる可能性もあるのかななんて思ったりしますよね。確かに、はい、かなり2人とも花のある選手なんで。そうですね、非常に今後のライジンを占うというか、そういうところもあるんじゃないでしょうかね、はい、すごく楽しみです、個人的にも、はい、ちなみに同じ日にですね、はい、うちのジムの朝倉寛太も、はい、引退試合で伊沢聖川選手と戦いますので、うん、はい、そちらも応援のほどよろしくお願いいたします。はい、ありがとうございます。というところになりますね。そうですね、はい。はい。チケットも販売しておりますし、会場に行けない方はペーパービューですか。はい。もう販売しておりますので、そちらの方ぜひ見てください。はい。はい。ではご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。